札幌文化芸術交流センタースカーツの小山紗友子です、はい、スカーツでの仕事は、展覧会の企画をしたり作品制作のコーディネートをしています。札幌市民交流プラザは図書館と劇場とアートセンターが一緒になった複合施設です。館内にはフリースペースもいろいろたくさんありまして、自由に使っていただける場所が多くあります。私が気に入っているところは今立っているスカーツモール C という場所で、日中は日差しがこうたくさん降り注いですごく気持ちのいい空間となっています。今回担当しているのが高峰忠さんによる歓迎されざるもの北海道バージョンという展覧会を担当しています。今回クリエイティブスタジオというところでの開催となるんですが、会場が、すごいことになっているのでご期待いただきたいなと思っています。あと作品の中で詩の朗読があるんですが、それも北海道にゆかりのある作家の詩を選んでいるので、これまで知らなかったたくさんのいい言葉たちに出会えると思います。水鏡が会場内にありまして、その光の反射が空間に広がるようなものになっています。はい、高峰忠さんという人は割とその社会に根ざした作品を作られるんですが、いつもその自分の足元から考えて足元から表現を立ち上げていくようなところがすごく好きです。私にとって作品を見るというのは、作品を見ることを通して自分と対話するようなことだなと思います。例えば、作品を見て、すごい気になる作品とか、すごい気になる作家とかを見ていると、なんか自分が意識していなかったけれど、気になっていたポイントとかが見えてくるような気がしていて、今まで気づいてなかった自分の視点に改めて気づくようなことがたくさんあるなと思っています。高峰忠歓迎されざるもの北海道バージョン、8月27日から9月5日まで開催してますので、ぜひお越しください。そして本展をより楽しむためのプログラムがこちらのサイアフふむふむシリーズです。いろいろなコンテンツがウェブサイトにもすでに上がってますので、ぜひチェックしてください。